皆さんは池永正明という男の名前を覚えていますか？高校時代、それまでほとんど無名に近かった下関商業を見事甲子園の優勝に導き、まさに剛腕を欲しいままに、池永正明は引く手引く田のプロ球団の中からあえて九州不安の期待に応えて西鉄ライオンズに入団。18歳から23歳までのわずかの5年間で103勝を挙げた。今さら言うまでもないが、新人王に始まり沢村賞、最多賞、最優秀投手賞を年ごとに、それも当たり前のように取ってきた。今のプロ野球投手陣には考えられない快挙である。天性ともいえる腕力と下半身のバネ、切れ味鋭い頭脳、そして投手にとって不可欠な勝負強さ、彼は生まれながらにしてピッチャーになる運命だったのかもしれない。彼があのまま投げ続けていれば、迷宮帰りの200勝はおろか、金田稲尾並みの大投手になっていたに違いない。しかし、そんな我々プロ野球不安の大きな夢を、思いがけない事件によって挫折を余儀なくされてしまった。それは忘れることのできない、いや思い出したくもない、黒い霧八百長事件である。当時八百長をしたとかした疑いがあるという選手の名が次々と発表され、池永もその渦に巻き込まれてしまった。結局調査の結果、池永は八百長はしていないことが分かったのだが、一部野球協約に違反したということで永久追放処分を課せられた。子供の頃から人の数倍も努力を重ね、グランドの中で血へどを吐きながら鍛え上げた肉体と技術と精神は、ここであっけなく終わりを宣告されたのである。人間生きていく上で、ましてや運動の世界での先輩後輩というものには、時には絶対的なものがある。ライオンズに入団してすぐにプロの厳しさ、技術を教わった大恩のある師匠とも言うべき人に頭を下げられ、彼は本当に困ってしまうのだが、それでも池永には子供の頃から考えてみたら野球しかなかった。勉強なんかよりも、いかにして他のやつよりも速い球が投げれるか、相手が投げ込んでくるボールをいかに遠くまで打ち返すか、少年の頃から憧れのプロ球団に入った今でも、野球が全てである、自分から野球を取ってしまったら何にも残らない、だから何度も断るのだが、ある時宿舎に訪ねてきたその先輩は、このままでは俺の家族は路頭に迷うことになるし、自分も殺されるかもしれないと土下座して池永に頼んだ。ピッチングのことに関しては誰にも負けない技術と理論、野球の上では絶対に妥協せず、自分の意思を曲げないあの人が土下座をしてまでも頭を下げて頼み込むのはよっぽどのことだろう。この人への恩返しも含めて、一度だけ自分を裏切ろうと池永は決心したのだが、これは天のいたずらか不幸中の幸いなのか、予定日なのに監督は彼に登板を告げなかった。ここではっきりわかることなのだが、池永正明は八百長はやっていない。厳密に言い換えれば、後にも先にも一度だけやるのは仕方ないなと思ったけど、やってはいない。ただこのことが常習だった一人の元選手によって週刊誌に金で売りつけられ、全てのことを暴露されてしまった。この時の疑惑のある全ての選手が検察に事情聴取され、当時のプロ野球コミッショナーは国会の委員会で参考人として呼ばれ、厳しく追及をされた。国会の公の場でこっぴどく吊るし上げられたコミッショナーは、
そこまで言うんだったらと腹いせにも似た感情で八百長をやった者、その疑いのある者全員を永久追放にしてしまった。私はこの事件でのプロ野球機構の対応には非常に大きな問題があったように思う。池永は断じて八百長はやっていないが、仮にやっていたとしても永久追放などという処罰が一体あっていいものだろうか。法律に触れて刑に服すような場合でも、何人も殺人を犯したような極悪人でない限り、懲役何年という期限を区切った刑が施行される。彼は法律を犯し刑事責任を問われたわけでもないのに、もう死ぬまで野球界に関わることが許されないわけである。同じ人間同士が他人に対してこんなにも厳しい処罰をする権利があるのだろうか。怒りがこみ上げてきて仕方がない。池永がある時、酒に酔って人を殺してもせいぜい15年やのになとつぶやいたことがあった。派手なことを好まない彼のことだから、たとえ復権が叶ったとしても二度とプロ野球の監督コーチなどをやるなんて考えはない。ただ時折無心に白球を追っている少年野球の子供の姿を見ていて、自分のあの頃のことを思い出し手助けをしてやろうとしても、そのことがあるから躊躇しやめてしまう。我々はコミッショナーに、今までたくさん苦労しただろう、永久追放はこれでなしにする、この決断をしてくれれば、その他に本人も我々も何にも望まない、一人の人間をこのまま抹殺、いやむしろ蛇の生殺しのような状態で30年間も放置しておくのを納得がいかないから、このメッセージを送るものです。この歌はそんな一人の男の鎮魂の歌です。